シメオン一世の治世中のブルガリア最大半島。ベージュがボリスまでの領土、オレンジがシメオンの獲得した領土シメオン一世が刻まれた、銅化シメオン一世が刻まれた、もう一種類の銅化シメオン一世は第一次ブルガリア帝国の君主。バルカン半島の大半を占めるブルガリア帝国の最大半島を築き、一時期は東ローマ帝国を圧倒して、自らも、 ローマ人とブルガリア人の皇帝にして、先制君主と称した。シメオン大帝とも呼ばれる。ボリス一世の三男で、母はマリア。兄弟にブラディミルなど五人。妻は大貴族ゲオルギの妹。子にミハイル、ペタル、イヴァン、ベニアミン、娘が一人。シメオンは、ボリス一世の三男として八百六十四年頃に生まれた。当時、ブルガリアと東ローマ帝国は、 戦争状態であったが、劣勢だったブルガリアは864年に和睦の条件として、キリスト教の需要が要求される。和睦に対して、ブルガリア貴族の反乱が起こったり、西のローマ教会と一時的に関係を持ったりしたが、ボリス一世は貴族の反乱を鎮圧し、最終的に870年には東ローマ教会に属することを決定する。また、コンスタンティノープルに、 東、ローマ総主教、ホティオスの提案で、ブルガリア人のための学校が建てられると、国の青年らと一緒に、シメオンもそこに留学した。ボリスは、ゆくゆくはシメオンを、ブルガリアの行為の聖職者とすることを期待していたようである。シメオンは、コンスタンティノープルの学校で、デモステネスの修辞法とアリストテレス及び、三角法などを学び、留学を終えると、 ブルガリアのプリスカか、プレスラフの修道院で、ギリシア語からスラブ語への、天礼書の翻訳作業に従事していたと考えられる。しかし、889年に、ボリスが退位して、長男のブラディミルに王位を譲ると、彼は貴族らと結託して、反キリスト運動を起こし、ギリシア人聖職者の追放、大主教王、ステファノスラの投獄、ババディア王、アルグルフトの、 半島ローマ軍事同盟の交渉などを開始する。こうした事態に、それまで、プレスラフ修道院に隠居していたボリスは893年に、元進化や、シメオンらの助けを借りて、これを鎮圧した。そして、ブルガール人やスラブ人族長、地方統治官、政府交換からなる、貴族会議を招集して、三男のシメオンが、ブルガリア王に即位することを承認させた。また、 この会議で首都をプリスカからプレスラフエセント宗教用語及び行政用語をギリシア語からスラブ語へ公式に変更することが決定された。修道士から急遽即位したシメオンであったがキリスト教を授与しつつも彼の政策は父ボリス一世が進めた東ローマ帝国との共和路線とは逆の敵対路線へと向かうことになる。894年ブルガリア商人が コンスタンティノープルのミタトンから突然締め出されて、西のテッサロニケに移動となり、また税も引き上げられるなど、不遇の処置を受け始めた。シメオンはこれらの命令の撤回を求める書簡が、拒絶されると、直ちに軍勢を引いて、西トラキアに進撃し、迎撃に来た東ローマ軍団に対象して司令官、プロコピオ・クレテニスを殺害した。これに対して、東ローマ帝国は、 ブルガリア北方に住むマジャール人と交渉して、ブルガリアを攻撃させる一方、ニケフォロスホカスの陸軍をトラキアへ、エウスタティウスの艦隊をドナウガーへ向かわせ、マジャール人を支援させた。シメオンはトラキアでニケフォロスとの戦いに備えていたが、マジャール人が北部に侵入したとの知らせが届いたため、急いで引き返すも敗北する。その後、シメオンは、 ドナウカ藩のシリストラ要塞に避難したため、シント・プレスラフは、マジャール人の略奪を受けた。シメオンは、エウスタティウスを通して、東ローマ皇帝レオン六世に和平を申し込むと、都合よく東ローマの軍勢を引き上げたため、和平交渉に、シメオンの宮殿に来た、大使レオンコイロスファクテスを投獄して、当時国会北方の平原で活動していた、チュルク系民族、 ペチェネグ人と交渉して、マジャール人を攻撃し、領地を略奪し返した。マジャール人を撃破したことで、東ローマより優位に立ったシメオンは、和平の条件に捕虜の返還を要求する。しかし、先に捕虜が返還されると、何人かが未だ拘束されていると宣言して、和平の大使のレオン・コイロス・ファクテスを、再び投獄する。そこで、東ローマは、カタカロンの率いる、 主力軍をブルガリアに派遣したが、シメオンはブルガロフェゴンで東ローマ軍を待ち伏せして壊滅的な被害を与えた。896年、ブルガリアと東ローマ帝国でようやく和議がまとまり、帝国の捕虜12万人を返す代わりに、東ローマは毎年高納金を支払うことと、トラキア領の支配をブルガリア有利に調停することなどが決まった。シメオンは、 こうして、東ローマ皇帝から、かつてのペルシア王やイスラームのカリフと同等の扱いを受けるまでに影響力を増した。一方で、東ローマ軍が大きな被害を受けたためイスラーム帝国が、エーゲ海沿岸の各地を襲撃し東ローマを圧迫すると、シメオンはマケドニア南、西部に侵攻して、バルカン半島の西端、アドリア海岸までブルガリアの領土を広げた。また、 904年には、テッサロニケの北 22km にあるネア、フィラデルフィアに、ブルガリアと東ローマの国境を示すギリシア語の碑文が建てられ、そこには、神によって、ブルガリアの支配者となったものであるシメオンの名と、幾人かの交換、地方統治官の名が刻まれた。912年、レオン六世の宝魚で、弟のアレクサンドロスが即位し、 プレスラフへの高能金の支払いを停止すると、翌年にシメオンは軍勢をトラキア領に進め、東ローマ首都のコンスタンティノープル城壁前で野営を始める。市内は皇帝アレクサンドロスの突然の崩御や軍司令官の謀反なども重なり大混乱に陥った。しかし、シメオンは城塞都市コンスタンティノープルの堅固な守りを武力によって攻略できなかったため、 東ローマとの交渉のため護衛と共に市内に迎え入れられた。その結果、遅延分の功労金の支払いと皇帝とシメオンの娘との婚約、さらにある主の戴冠式がブラケルナエ宮殿の聖書女教会で執り行われた。東ローマ総主教ニコラオスメウスティコスはシメオンの頭に自分の天礼用の頭飾りを乗せて彼を皇帝と宣言した。 この儀式は、シメオンをビザンツの境地ミカドとして体感したという解釈と、シメオンをブルガリアの皇帝として体感したという二つの解釈が存在し、当時から問題視された。権威ある王冠ではなく、頭飾りを使う一方で、外国君主を示す、アルコンではなく東ローマ皇帝公式称号のバシレウスと呼ぶなど儀式に曖昧な表現を用いたのは、 ブラウニングによると総主教による東ローマガーとシメオン側双方への苦心の末の配慮の結果としている。シメオンが913年の秋にプレスラフに帰還すると総主教は責任を追求されて皇徹政治は皇帝の母、ゾエが掌握し、婚約は破棄されて退官も無効と宣言された。翌年、ブルガリア軍は再びトラキアへ侵入し、 アドリアノープルを占領。915から916年には、デュラキュムとテッサロニケに進行し913年の大冠式の承認を求めた。東ローマ政府はシュメオンを正当な皇帝と認めつつも、裏ではブルガリアへの遠征計画を進めており、それはブルガリア北東部をレオンフォカス率いる陸軍が攻め、国会沿岸を ロマノス一世レカペノスの艦隊が先行して後輩部を取り、さらにペチェネグビトを解いて北方から攻撃させるというものだった。917年夏にその遠征が行われたが、8月20日にアンキアロス近くのアヘルス川近郊でブルガリア軍が東ローマ陸軍を奇襲して敗走させ、指揮官のレオンは単身、メセンブリアに逃げ込んだ。一方で東ローマ艦隊が ドナウカ港に到着するも、ペチェネグビトをといて連れてきたジョンボガスと司令官、ロマノスが抗論を起こしたため輸送は、取り止めとなり、結局遠征は、失敗に終わった。元総主教のニコラオス・メウスティコスから停戦を願う、書簡が届くも、シメオンは、進軍を続けコンスタンティノープルの北部、カタシェルタへで、東ローマ軍を野州で壊滅させた。しかし、 東ローマの外交政策により、ブルガリア西部のセルビアが敵対行動に出たためシメオンは軍を引き上げ、セルビアに懲罰遠征に向かって反対勢力を鎮圧することとなった。翌918年、シメオンは北ギリシアへ侵入し、ブルガリアから遥か南方のコリント湾まで侵軍した。これまで基本的に東ローマ首都を目指していたシメオンが示した。 突然の方向転換に対して、ブラウニングは、この遠征目的が彼の活動的な性格によるものか、あるいは東ローマ軍をキリシア方面まで釣り出したかったか、または、ブルガリア国家の性質として、軍の維持費や功績の報奨を自国で賄えないため、他国を侵略するしかなかったからではないか、としている。ブルガリアの軍事行動は毎年に及び、920年には、 再びセルビアのハンブルガリア勢力を攻撃し、南方はトラキアの各地に侵攻した。翌年や翌々年もコンスタンティノープル前まで進軍し、923年にはアドリアノープルを再び奪取した。この頃、シメオンは総主教、ニコラオスに境地ミカドに登っていたロマノスレカペノスの隊員や、自分の親族と東ローマ皇帝との間に結婚同盟を結ぶ。 ことを提案しているが拒絶されている。また、シメオンは海軍の支援を得るためにアフリカのファーティマ朝と交渉して強引に達したため、924年に再びコンスタンティノープルに軍を進めたが、東ローマもファティーマ・朝サ外交を行って妨害したため都市の攻略を断念した。9月9日、シメオンは皇帝との越見を求め場内に入る。その際、 シメオンは、バシレウスと絶えず勘固する多数の随員を伴って、ロマノスとの会見に臨んだ。この時の会見の内容は不明だが、シメオンは、ブルガリア北方での不穏な動きのため急遽、プレスラフに帰還する。九百二十五年頃、シメオンは、ローマ人とブルガリア人の皇帝を名乗り、九百二十六年に、ブルガリア大主教、レオンティウスを、東ローマ教会から独立させ、 総主教に昇格させた。同年、シメオンは敵対的な諸侯の鎮圧のため、セルビアに侵攻していたが、秋に西隣のクロアティア王国にも、敗下を遠征させると、クロアティア王とミスラフの軍勢に、主力部隊を全滅させられ、ローマ教皇の仲裁で、やっと侵攻を免れる事態に陥った。翌927年5月27日、首都プレスラフでシメオンは崩御した。 東ローマの年代域には、先生術師は、シメオンのストイケオンが、首都のクセロロホス地区の像であるとみなしたため、ロマノスがこの像の首を打たせると、同時期に、シメオンが報じたと記している。シメオンの放御後、長男のミハイルは、修道院に監禁されていたため、叔父、ゲオルギを、後見人にして、次男のペタルが行為を継いだ。ペタルは、父の放御の数ヶ月後には、 ロマノスの孫娘マリア・レカペナと結婚し、毎年の功能金も認められるなど、父とは一転して、東ローマ帝国に従属する方針を取った。このペタルの方針やシメオン治世下による負の遺産によってブルガリアは衰退していったが、一方で、ほとんど外的に侵略されることがなかったためしと、プレスラフを中心に、スラブキリスト教文化が大いに発展した。 ブラウニング、3 3 4 p ズ、スリタースキー、P280。総主教、ニコラオスミウスティコスの手紙によるとシメオンは平和の時に生まれた。また、923年の手紙にはシメオンが60歳付近で、あるとの指摘があるため、ズラタルスキは、少年を864から865年としている。ランセマン。 P137 では923年の手紙から、シメオンが60歳以上とし、即位時は約30歳だとする。ブラウニング 65P ブラウニング 218P ブラウニング 81P。890年代のマジャール人の信仰のほかに、シメオンの時代にマジャール人にトランシルバニア地方を奪われている。ありがとうございます。